エリック・サティ、エリック・アルフレッド・レスリー・サティ、エリック・アルフレート・レスリー・サチエ、1866年5月17日から1925年7月1日は、フランスの作曲家、音楽界の異端児、音楽界の変わり者などと称される。西洋音楽に大きな影響を与えたとみなされており、ドビュッシー、ラベルも影響を公言している。そして、 印象主義の作曲家たちにも影響を与えたとされる。パリ音楽院在学中に、ピアノ商品、オジーブ、ジムノペリ、クノシエンヌなどを発表。カフェコンセール、黒猫に集う芸術家の一人となり、黒糖やピカソと交流。後にカフェコンセール、オーベルジュデュークルに移る。バレエリュスのために、パラードを作曲。またカフェコンセールのためのいくつかの声楽曲を書く。 よく知られる、ジュトゥブーはこの時の作品、バラ十字教団と関係し、いくつかの商品を書く、同一音形を繰り返す手法を用いた、ベックサシオン、家具の音楽なども書いた。なお、家具の音楽というのは、彼が自分の作品全体の傾向を称してもそう呼んだとされ、主として、酒場で演奏活動をしていた、彼にとって客の邪魔にならない演奏。 家具のように存在している音楽いうのは重要な要素だった。そのことから彼は現在のイージーリスニングのルーツのような存在であるとも言える。また、官僚的なナちネ、ね、犬のためのぶよぶよとした前奏曲、冷たい商品、梨の形をした三つの商品、胎児の紐、裸の子供たちのように作品に奇妙な題名をつけたことでも知られる。 フランス社会党及びフランス共産党にも党籍を置いていた。当初は社会党に入党していたが共産党結党と同時に移籍。ドビュッシーとの交友関係もよく知られる。それまでの調整音楽のあり方が膨張していた時代に彼は様々な西洋音楽の伝統に問題意識を持って作曲し続け革新的な技法を盛り込んでいった。 例えば、若い頃に教会に入り浸っていた影響もあり、教会戦法を自作品に取り込んだのは、彼の業績の一つである。そこでは、調整は放棄され、火星信仰の伝統も無視され、平行音程、平行和音などの対法における違反信仰もが、書かれた。あとに、ドビュッシーやラベルも戦法を扱うことによって、既存の音楽にはなかった新しい雰囲気を醸し出す。 ことに成功しているが、この大きな潮流は、サティに発するものである。生涯サティへの敬意について公言し続けたラベルは、ドビュッシーこそが、平行和音を多く用いた、作曲家だと世間がみなしたことに不満を呈しており、その諸女作、グロデスクなセレナードにおいてすでにドビュッシーよりも自分が、先に平行和音を駆使したと述べ、それが、サティから影響を受けた技法であることにも触れている。 また、彼の音楽は厳密な調整から外れた、自由な作風のため、調合の表記も後に捨てられた。したがって、臨時記号は一音符ごとに、有効なものとして振られることになった。表紙についても自由に書き、表紙記号、小節線、縦線、終止線も後に廃止された。調合を書かずとも、もしそこの音の中に調整があればそれが現実であり、表紙記号や、 小説線などを書かずとも、もしそこの音の中に表紙感があればそれが現実であるとみなしていたため、実際にはそれらが書かれていないからといって、調整や表紙が必ずしも完全に存在しないわけではなかった。三文的に、白雪が気まぐれに変動するような作品も多く存在し、調整とは程遠い学区や作品も多く生み出されている。これらはどんな場合にも、 完全に放棄されたわけでなく、裁判年のノクターンや家具の音楽のように、独風上の便利面からの配慮によって、表紙記号、調整記号、小説編を採用した作品稀にある。表紙のあり方についての新しい形は、特にストラビンスキーがそれを受け継ぎ、大きく発展させ、後のメシアンへと続くことになった、革新の発端とみなされている。また、 寄付法についての問題提起は、後の現代音楽における多くの試みの発端と、され、図形楽譜などにまでつながる潮流の源流になっている。調整崩壊の一つの現象として、トリスタン・ワオンが西洋音楽史上の記念碑と見なされているが、それが依然として三度集積による火星だったのに対し、サティは三度集積でない自由で複雑なワオンをの耳によって組み込んだ。これは、 解決されないアッチャカトゥーラやサンド集積によらない和音を書いたドメニコスカルラッテ以降初めての火星的な革新とされている。この影響によって印象主義からの音楽においては自由な火星法による広い表現が探求されることになった。また、音楽美学的見地においても彼は多くのあり方を導入したとされ、鑑賞するだけの芸術作品ではない音楽の あり方をも示した。家具の音楽に縮約されているように、ただそこにあるだけの音楽という新しいあり方は、いいのや刑事たちによる環境音楽に影響を与えた。また、ベクサシオンにおける840回の繰り返し、古い金貨と古い鎧台三曲結尾部における267回の繰り返し、スポーツと木晴らし台16曲、単語や映画、 幕合のための音楽による永遠の繰り返しは、スティーブ・ライヒたちによるミニマル・ミュージックの先駆けとされている。サティが始めた多くの革新は、過去の音楽や他の民族音楽などの中に全くないものではなかったものの、ほとんどが彼独自のアイデアに基づいたものであるため、現代音楽の祖として評価は高く、多くの作曲家がサティによる海岸を公言している。 最後の作品となったバレエ本日休演では幕愛に上映された映画幕愛のための音楽も担当した。またその映画の中でフランシスピカビアと共に亀尾出演もしており最晩年の姿を見ることができる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。